お疲れ様さらです。今日ですね、こちら LG です。はい、やっていきましょう。こちらね、今の環境で一番疲れてます。はい、使用率1デッキということで、まあ、前はアーチャーかな、まあ、アーチャーがぶっ壊れた時にアーチャー型で流行ってたんですけども、まあ、アーチャー弱くはないけどね、そんな特別超強いどのデッキにもってわけではないので、今はね、はい、ボンバー型に戻って帰ってきましたよということで、エレジャイもう強すぎ、もういいや、嫌です。はい、もういや、俺あんま使わないんですけど、やっぱ大会とかも多いし、なんかやっぱこうグラチャルとかやってても、まあ、今メガドラフトマルチなんで、マルチだとねまた違うんですけど、もうエレジャイばっか、本当に多すぎ、嫌って。はい、エージェがすごい溢れてんでね、なんかもうなんだろう、環境デッキというか、もうテンプレデッキの一つみたいなとこあるんですよね。そのなんていうんですかね、選ばれましたエレジェ、おめでとう。 2.6 ホグ、まあ、29クロス、遅延スケラ、ペッカ工場みたいな、あのもう昔からね存在するテンプレゾーンにこいつ入るんじゃねえかと思ってる。てか何ならも入ってるかもしんない。うん、なんかペッカ工場がね、ガゴ型とかマジアチャ型があるみたいな感じで、まあこれもね、ボンバー型があったりとか、まあなんかたまにファイスピが入ってきたりだとか、まあ、いろんな型があるわけですけど、まあぶっちゃけね、ほぼ定まってはいる。そう、チャンピオンありのね、完成されたデッキとして今後一生残ると思いますね。マジで強すぎ。あー、これきつメガナイトオールブレイカーですね。よいしょ。さあ、メガナイトオールブレイカーのこのプリンスがね、厄介ですよね。厄介マジで。プリンスでエレジェが溶かされちゃうんで、まあ、一旦耐えて後半で、まあ、ちまちま削って、よいしょ、あれで勝ちたい。タイブレイクで勝ちたいですね、俺は。タワーをね、折り切ることはね、難しいけど、まあ、守れはすると思うんで、守って、エリジャイのかすり傷と、ライトニング削りで勝つ。はい。え、待って、ゴーストいたな。人気か？ちょっと待って。エリジャイ。何なんだろう、これ。いやー、プリンス マジ何のデッキなんだこれ。おー、いやでもメガナイトオールブレイカーですね。耐えたい。もう私カチカチっすね。カチカチで、いや多いっすよね。なんか多分ディガーがなくなってて、その枠にまあ、なんか来てるんだと思うんですよ。ゴースへのプリンスなんで、マジカチカチ。対空もちょっといないみたい。ただフェニックス強いな。相手の対空圧着しか出てないんで、おぶねえ、怖すぎる。え、このままいけば勝ちですいや、陸が多い。山雨とかもないのかなっていう感じっすね。これ右に竜抜きそうだね。ああ、あったね。あ、待って、エナチコ取るにした。あ、これ負け筋です。やべえ、カチカチだ。こういう陸行きがね、意外ときつかったりします、エレジャイ。あ、でも、耐えれそう。いやー、てか右サイドさ、めっちゃ受けてんだけど、なんか知らんけど入ってもいるんだよね。なぜだろう。さあ、めちゃカチカチデッキだな。俺守れば勝ちなんですけど、守れるかが不明。守る。防衛で考えたら最後ライトニングポーンで勝ちです。ここでもいい。
いや、ちょっとイライト。コウモリ。うん、惜しい。さあ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 。守るだけ。守るだけが大事。大砲読みして。守れば勝ちです。守れば勝ちです。いや、LJ はね、これが強いんですよね。その、施設トルネがあるんで、いわゆる超鉄壁なんですよ。そうで、かつライトニングもあるんで、最後に削れるんですよね。だから、もう途中からね、あ、ダメージ入んねえやってなったら、守ればいい。守ってライト削りで勝てばいいだけなんで、こういう相手はね、特に。LJ は通せなかったら通さなくていいのか、あとこのね、LJ の強み、安定するデッキのね、強み、枯渇デッキとかも、バレルが通んない相手とかいるじゃないですか。さあもう、守ってロケで削るじゃないですか。で、タイブレイクか、まあ、折り切って勝つみたいな。まあ、そんな感じで、おい、お前それは舐めて。守る、突破できない。LJ 突破できないパターン結構あるんでね、ソーリー。突破できないときは突破しない。はい。それが正解です。今回ディガー取りなんで、なんだ、ポンピョバルーン的な、いや、マジでありそう。インドラバルーン。ラバフリマルク。折りだけど。だからキングギドは超美味しいです。で、これ施設もないんで、生き得じゃね？あー、なんか勝手な出てきた。まあここでラバ来られたらね、苦しいな俺。さあ、これめっちゃ苦しいです。早く LJ 出したい。よし、安全圏来ました。ああ、オリババやばいっすね。オリババか。まあまあまあ、墓石ババみたいなもんです。このフェニックスつらそう。なんか稼げるときにケチってでも、ケチっていうかしょうもないダメージでも稼いでいた方が大事な気がした。さすがにラバ来れないよな。はいはいはい、やめろ鳥。よしよし、いや、このダメージでいいね。樽で削って、うっ、まさかのライドラ来てる。あれ、ライト打ちます。いや、打たなくてよ。すごい、そう、マジであのさっきのやつです。もう守ればいい。もうライトニングで削って逃げる。これね、一発無理はしない。しっかりラバ溶かして、いや、やっぱエレジェン防衛も強いよな。で、最初に甘えで金機能もできてるんでね、でかいね。さあ守って、ぶっちゃけライトニングのダメージは分かんないんで、ライト、ちょ、長押し長押し、317、多分取るね。ライト取るねっすね。うん。なんでライドラだ、しかもなんか特殊っすね。めちゃめちゃなんか突破できそうだね。しかもトルネして、まあ確実にね、ライト圏内持ってってバモンも裂いてるよなと思いながらの、おい、はい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 、いや、これだいぶメタ寄りな気がするけどね。まあババが厄介だけど、ゴルナイボンバタルあるんで、
なんかたまに突破できますよね。さあエルジャイ、マジで今後一生強いです。このカード8コスでよかったな、ぶっちゃけ8コスのエルジャイ好きだったな。まあ圧倒的に7の方が使いやすいのはあるんですけど、使いやすくなったことによって増えちまった。メガゴヒースピーはスパーキーっぽいですよね、なんか名前もどこがっつって。いやスパーキーもエレジャイのきついデッキの一つってやつですね。あで今回これ相手がライトニングだった場合が渋いな。てかライトニングっぽいな、めちゃめちゃ遅れて逮捕です。いやエレキだから違うかな、ハンターメガゴダクプリだったらライトニングだと思うんですけど、ハンターじゃないもんな。エレキメガゴダクプリ、いやなんヒースピなんだよ。最強。いやさすがにスパーキーなのは間違いないと思うんですけど、いや冷静に守りますこれは。うんまあきつい、一旦ねケツスパしたら逆サイリジャイで、まあ、ミニペ来るけど多少ダメージ稼いでいきたいみたいなね。もう一個来たらね、ああさあ耐えはできる、耐えてるだけってでもめちゃくちゃ大事。やばい、参った。がフェニックスが強い。フェニックス強い。よし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 、これ相手ね、マジレイジしかないんで、この2677耐えれば勝てるんですよ。これはさ言っていいやつ絶対。ミニペ、でゴルナイで回収かな。無敵でね、オイラ無敵だぜ。撃つな、撃つよね。キンキドできる。フェニックスやめろ。走れ。なあ、キンキできたらマジ幸せだったけど。よしよしよし、で今度絶対左にスパーキー来るんで。あれ、それ甘えてます。さすがにこの端前でおられるほど。と思いながらも怪しい、守れる気がしない。守れました。いやーこのライトボーイも強いね。もしエリジェイって飛んだらだいぶ引きこもりっすねいや俺の立ち回りなのかもしんないけど、引きこもるよ。肩でいいんだね。
で、こういうところで行けたら端前エレジャーで勝つわけです。まあでもやっぱ多いですからね、こういう呪文がザップだけとかレイジだけとか、まあ、それこそ矢の雨だけみたいな、そういうデッキに対してはね、ほんとライト削りってか、ディガポイとか相手にもね、なんかしっかりディガー拾いながらの毎回確実にライトニング打って削りで勝つみたいなのもよくあるから、エレジャーのメインの勝ち方みたいなのもある、タイブレイク、はい、まあ、突破できたら気持ちいいですけどね、エレジャーって。まあ、気持ちもろいんでね、ゴルナイ一発入るとか、そういうのがあるだけで幸せになれる。ゴルナイとエレジャイのね、ちょっと一つ、ずるい戦術あるんで、それやりたいな。ゴルナイ後ろから走ってる時に、走ってる時じゃなくてもいいのか、ゴルナイがこう歩いてて、エレジャイ来んのかって時に、端前スレスレで行って、ゴルナイ走らせるんですよ。そしたら、相手は LJ 警戒をあんまできてなかった場合に、なんて言うんだろうな、施設が遅れてきて LJ はゴルネに押されてダッシュしてなんか入るみたいな、ちょっと言葉で説明むずいんですけど、やなめ、あーこれやなめなのやばいわ、マジ違うやつだと思った、トリトンいいです。まあまあそんな位置ならいいか。いや今回の相手は施設がまあないんで、さっきの話したずるい戦法はできないんですけど、普通に渋いが頑張るしかない。ヤナメのねキョスケロイフだ。でワンチャンホーバーいなかったらミラーの線まであるっすよね。まあ、耐えてだね、一発ダメージ稼いでみたいな。ホバーが来るか、ゴルナイ走りてえな、そこ逃げたいよなお前。それギャング型許容でいいでしょ、ちょっと痛いけど。え違う、ロイジャイ出てきたんだけど、待って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 、まさかのロイジャイがいる。いや、お互いバチバチ入ってるな。まさかのジョスキロイジャイだったんですけども。これでも相手がちょっと甘えて攻めてきてくれてる。いらないですよね多分。じゃあもう一回守ります。相手呪文ないんで。
入ったっす。あー危ない。いやいや、キョスケ労力でこんなデッキあるんよね。なんか新しいデッキ生まれてるっすね。マジ巨呂のね、なんだ今ちょっと強そうじゃね。え、キョスケ労力のマジ労力の枠があのロイジャーになってるだけっすわ。はい、なんかたまにこのギャング型が あるっすよね。おー、マジでロイホグロイジェになってる。強そう、めっちゃ強そう。こっちの方がちょっと強そうだ。ゴールドマルコ一番大隊長、ゴールドついてる。やべですよね。やべ、全てがうまくいかんやつや。大砲間に合わんかった。さあ、まあでも一発も入ってないんでギリギリ許されるかどうか。さあ、クエイコグかな、マイティマイティとかモンクとかの。いやー、やめとくか。あー、いや、バルキリー、ホグファルチだ。いや、ロッケ来るかもこれ。ピューこない。見てもそう。まあホグファルチだってまあ守られるですけど、そう、絶対トルネード使わないといけないんで。あー、うまい、いいトルネー、アイスピだ。でもこれでもダメージがちょっと入っていくっていうね、謎現象。ゴブリン追加来ない。さあ、ホグハルチェか。まあ大砲があるホグハルチェもたまにいるんですよ。大砲がなければなんとかなりそうな気がするけど、なんとかなってほしいなっていう願望でしかない。クエイクのパターンもワンチャンある。さあ、ないですね。となると悪くはなさそうですけど、あれ、美味しくね、これ。これはね、このゴルナイを刺していきます。一旦ゴルナイのギガアイスピートホグしかないんで、こっちにね、こうやってね、どこか、はい、右サイドにね、エリジャいるよ。あっちに視線をね、やることによって、コストを使わせることによって、はい、いいね。エリジャの後ろにあえて何もつけない作戦。あ、相手諦めたっすかね、アドか。いや、諦めたっす。はいはいはい、いや、めっちゃいい。ゴルナイもちょっと、ま、早めに走っといてもよかったんですけど、アイスピューカットし。さあさあさあ、というわけでね、 DJ 形組めば強いんですけど、まあ、こういうね範囲でやられる相手とかにはあえて形組まないのもね。めっちゃ強かった。 DJ の後ろに鳥がいようがいまいが、相手はトルネファルチアイスピューしないと DJ 守れないんで、たまたまそこに鳥がいてもいなくてもね、変わんないんだよ。さあ、いいね、エリジェイ強すぎるね。エリジェイが強いのか、トルネが強いのか、大砲が強いのかね、何が強いのかって話ですけど、トルネが強い間違いなく。まあ全部強いんですけど。あー、スパーキー、これやっすね。しかも初手スパ迷いがない、極められてる精神が。うー、え、マザネクスパーキーめちゃめちゃレアじゃない。マザネクスパーキーでもこれスパーキー咲いてんで、俺はこういうところで攻めとかないと。ああ、まあまあ、これまあ仕方ない、仕方ないっすよね別に。てか、なんなら守れそう。ちょっと
いやあれに使うまでもねえか。さあまあ11になったのはちょっといい方かな。どうだろう、スパーキーに対して守りにくいと思うんで、まあ特別悪いわけではないかなと。なんか特殊なね戦い方をしてくるんですね。特殊なね。まあ守るだけっすね。守ってなんかいけそうだったら行くっていうだけなの。あ、この必須エリババもいてね、だいぶ尖ってる。これえぐいな。マジ勝ったら、勝ったらやば。まあ全然勝てる可能性もあるよ。エリババがいるんですよね。でもさあ守ってライトで勝つ。エリババ止まるかな。レイジザップでボンバー溶けるのちょっと嫌っすね。あ、めっちゃいい。そのゴブで次さあ、いやめっちゃいいライトボーイそれ。男は耐えるしかない。いやマジライトボーイですね正解は。いや守るぞ、甘えてるっすね。時間ないっすからね。これスパーキないんかな。いやあったか。ワンチャンつかもうとしてるっすよねこういうとこで。ワンチャン阻止博士。はい、あーし、いやこれでか。いやライト防衛しないとでも絶対止まんない気がした。常に苦しかった気がする。ラムというわけで壊れエレジャイデッキ皆さんもやってみてください。お疲れ様でした。またね。